よし。では正直チミ、最強決定戦を行います。おじゃあそうだね、まあ1対1でどんどん戦ってって、まあ最後まで勝率が高かった人が勝者です。おはーい。っていうことで、じゃあまず一番最初ムチソースくんとしんのすけくんでバトルです。えマジでどうぜ。さあお互いガチキャラですね。どっちとも当たりたくねえな。さあ始まった。しんのすけくんの剣は白地チミで最強のファイターですね。それに比べてムチソースのヒーロー、通称勇者は何が起こるかわからないキャラクターですね。さあこの戦いどうなっていくのか、解説のトラ太郎さんどう思いますか。いやこれはちょっとお互いにちょっと爆発力があるキャラだと思うんで、なるほど、わからないですね。さあここでしんのすけくんのカウンター、さあ決まっていかない。さあ遠距離攻撃を持ってるのはムチソース君ですからね。さあこの遠距離をどんどん使えていきたいところですが、 MP が足りない。さあここはお互い切り合っていく。さあここでつかみが入って、さあゲージを見ていくとムチソース君 7%、 しんのすけくん 78% と押されていますね。しんのすけさん、さあここからどうやって展開していくのか。さあ持たれていく。さあここでカウンター狙っていく。さあしんのすけくんの剣というキャラクターは一気に逆転する目処もありますからね。さあここの試合はまだわからないと。さあこれは何を食らっても飛びますね。なるほど、今ムチソース君のあの赤く溜まっているのは何でも食らった瞬間に死ぬと。さあ絶対に食らいたくない一撃。さあそれをかき消していく。さあここでしんのすけよく見て、だが上がっていく。さあできればムチソースに攻撃を入れていきたいところ。さあここで持ち上げられていく。さあまずい戦いだ。さあここでガードしてくるんじゃないですか。さあかわして、さあ昇竜拳で、さあ一気にイーブンに持っていくしんのすけくん。さあ剣は本当に何があるかわからない。さあ復帰も強い勇者。さあここでお互いイーブン同士、まあ100と150はあまり大差ない。さあどうなっていく。さあいいよ。さあお互い様子見。さあ画面端に飛ばし追っていかない。やはりそれは警戒しているからでしょうか。さあお互い切り込みたいところ。さあここのここで投げで持ってかれた。さあここでムチソース一気に有利だが、しんのすけくんもここで早く決められたらイーブンになっていくのだが、さあよく見て、さあよくかわし、さあここで持ってからの、さあここで入っていく。さあイーブンに変わりましたね。さあこの戦い面白い戦いになってきました。さあこのまんま、なぜか知んないけどしんのすけくんが押している。さあしんのすけくんの爆発力は一番怖い。さあ何があるかわからないですからね。さあここで弾いていった。さあ昇竜拳でいきなり大逆転の剣、これがあるから怖いんだ剣は。さあは崖から出さない。さあどうやってもがいていく。さあムチソース君力を貯めましたね。さあこの攻撃当たったらでかいぞ。さあ当たっていく。あさあここでムチソースの反撃。さあ今のメテオ食らしましたね。うまい。さあここでしんのすけを早くも落としていきたいところ。あんま一人取られるから。さあどうする回復。さあここで持って画面8。さあ飛んでくるところを枯れない。惜しい危ない、惜しい。さあここは早めのうちに落としてきて、さあここでキックキックキック。さあ大切もキックキックキックを飲んでおります。だけなさあ出た、これはまずいんじゃないか。さあということでしんのすけくんが敗れましたね。まさかの
まさかのムチソース。さあ、僕はてっきりしんのすけくん勝つもんだと思っていた。さあ、次のバトルはトラ太郎 vs アイコ。いいね。さあ、アイコ選手は日生だぞ。ソラとで、トラ太郎はタックングラバーだと。さあ、なかなか見ない対決。さあ、お互いの強さ僕は知っていますからね。さあ、どうなっていくのか。さあ、パックンフラワーもね、意外にトリッキーな動きをしますからね。それに比べて愛子さんの、ソラ、まあ、結構簡単な動きなんですが、効果力で押し切れるキャラなんじゃないかなと思っていますが、さあ、どうなっていくか。さあ、ここでトラタロのトリッキーな動きに翻弄されていく愛子。さあ、意外にバックンフラワー使ってる人あまり見ませんが、意外に強いですからね。リーチ力もありますし、火力もありますから、ね、さあ、ここで決まっていく。下火が決まっていく。さあ、あの下火読めませんからね。さあ、翻弄されている。戦ったことがないとバックンフラワーは、おっと、今のはスモークで見えなかったぞ。おっと、これ切れてくる。なんということだ。それはうまいわ。シューリンガンがうますぎる。いや、無理か。さあ、ここで愛子選手は持っていきたいところだが、おっと、ここでコンボ決まっていくぞ。いや、早っ。さあ、ここで岩が、この岩が怖い。復帰阻止がマジで怖いぞ。さあ、いこう。思い通りの行動ができない。痛い。さあ、やはりトリッキーな動きには弱いのかい。さあ、ここでリーチが炸裂していく。胃が痛い。このリーチは長い。1対3だ。さあ、毒ガス。このゲームにおいて一番ダメージが出るのはさっきのパックの毒ガスらしいですからね。うん、ということで、さあ、ここでどんどん持ってかれてしまう。さあ、ここでアイコ落としたいところ。さあ、カウンターを狙っていくが、トラ太郎はよく見ている。さあ、毒ガスに入ってダメージがどんどん削れてる。もう 100% だ。やばいぞこれアイコ。あー、いや、だけがまだか。さあ、これ食らいたくない。怖い。さあ、カウンターで弾いていく。おーっと、完封だぞ、完封。三立て。すごい。三立てだと。三立てだと。怖いぞ、このバックフラワー。あまり戦いたくはない。生きれば戦いたくないな。で、次はじゃあ僕としんのすけってこと？お、おもろい。いいよ。しんのすけか。何時来るんだ。クッパか。剣で痛く笑ったかもしれない。シーク出たぞ。いや、シーク嫌なんだよな。シークもなかなか使い込んでいますからね。剣使ってたから中途半端になってるかもしれない。クッパ弱ね、入らないから。スーパーアーマーとか。確かに。でも、つかみからのコンボがやはり強いですからね、シークはね。確かに、長魚とかでやはり、そうそうそう。されたら、クッパは何もできない。しかも、使い慣れてるのもありね。まあまあ、確かに。さあ、ここで炎ブレスが効いてしまう。さあ、ダメージ。これさあ、ここで一気に、しんのすけくんは。ジャンプがない。さあ、炎ブレス、意外にダメージ食らってしまうぞ、これは。さあ、崖を食らい。実況しながら。さあ、ここで復帰していく勝者。さあ、ここで決めていくぞ。さあ、ここでクッパの一番怖いところはガーキャンだー。ガーキャンが刺さっていくところで炎ブレスがやってくる。さあ、ここはどうしていく。お互いやっていきますね。さあ、ここで復帰。あ、さすがにか。素晴らしい。前に倒していく。さあ、ここの掴みを警戒し、炎ブレスで形成。さあ、炎ブレス痛いぞ。もう飛ばせるぞ、この。いや、まだわからない。さあ、ここで上ビーが決めてしまう。さあ、ここで少女お得意の掴み技。ガーキャー、クロムイッガーキャー。これは掴み、ガーキャン。やばい、それは。おやるじゃないか、しんのすけくん。君と戦えて本当に光栄だよ。めっちゃ強者だこれ。
でもこういうキャラって大体負けるんだよ。あーやべえ、見てなかった。なんか今崖底に飛ぶ。むずかいな。少し触れるだけで 10% だからな、あのエネルギー。おいや、これほどき。なんだそう、なんだそう、うまい。これやっぱあの角度で出るとシークには逃げられない。攻め攻めのシークがやはり強いからな、シンさんのお得意の、うん、さあここでガーキャンしていく。さあ地味に HP を稼いでいく。うまいな。さあブレス攻撃。さあだから私は2ストック残っている。この余裕はしんのすけにはないもの。その下砂はでか。さあ前に飛ばし。怖すぎる。あらあ暴れ回ってる。さあ無事ガーキャンが届いていく。でかい。おお。おさあヒップトラップ。名前まだ死なないんだ。心からの死なー。ケンパケンにしとけば勝ってた。そうだったな。さあここで少女のクッパがかかっていく。しんのつきくんは敗者復活戦に行きます。ってことは負けたいやつは誰だ。アイコとしんさん、しんのつきでやる。じゃあやるか。じゃあアイコとしんのつき敗者復活戦。ここで負けた方が敗退と。敗退。うお、けんだ。このカードはな、多分剣が厳しいんだよな。楽に勝つ。楽に勝つ。楽に勝つとか言うな。言われてるぞ。楽に勝つ。剣が一番楽だ。ボリューに近いと思う。女がやだって50%だ。楽だ。さあ、ここでしんのすけくんもうゴリゴリだ。もう俺は負けねえよと。俺のプライドがスマブラを支えているんだと。さあ、言っております。さあ、ここで足って 10% しか食らっていない。さあ、アイコ、反撃できるのか。おっと本気だ、この男。この男、本気で向かっている。さあ、それに対してアイコも答えてあげなきゃいけない。さあ、一気に持っていかれたが、さあ、アイコのターンだ。さあ、ここ自分のものにしていきたい。さあ、アイコが押し上げる。さあ、できれば。おっと、いいペースだ。さあ、これはまだ逆転があるのか。さあ、ここで入ってくる。そんなもんじゃ俺は縛られねえよと。アイコ復帰していく。さあどうする。お互い様子を見て。さあここで火力いっぱい。さあこれはまずいんじゃないか。おっとここで決めていく。さあまずいぞ。さあ復帰できるのか。さあそれはこれがあるから空の復帰は怖い。狙えないところ。よく見た。よく見ていく。さあ上に飛ばす。やっべ。ああ、もうでも失敗避けてしまった。セカンドキル。惜しい。今のはすごい。いや、ジャックがフォールな剣にもやっぱり。さあどうする。今のところはアイコ選手が不利なところ。さあここでどんどん攻撃をかましていきたいところですが。いやもうバーストできますからね、このパーセントで。触れられた途端に。いや全然後ろ引かねえな。アイコのストップはもう通っている。アイコは敵を。おっとー、あーしよしよしよし。さあここで持っていかれてしまった。アイコいやまずい。あ逆だった。危ない。さあだが相手の80。アイコもいける。当たんない。当たんない。さあどうする。集中攻撃がマジで強いな。あアイコー。アイコということで最弱。アイコは最弱というレッテルで優勝なんだったんだ。アイコは優勝したのに。アイコさんは最弱ということでゲームセットということで終わっちゃったよ。じゃあ残りはじゃあこの4人でやっていこう。だから僕とどうしようか。みんな怖いな。しんのすけとムチソースやったら、じゃあ僕とムチソース行こうか。お前しんさんか俺。容赦はしない。かかってこいよ。
負けへんで。絶対に勝つからな。負けへんで。いや、これはクッパきつそうじゃないかな。ね、もう範囲が広すぎるからな。あと魔法カンタ使われた時の NB の無力さがやばそう。確かに。さあ、ここでガーキャンを決めていく。炎の光、投手力めっちゃ長いな。せやね。オブナ。オブナ。いや、痛い、デイン。さあ、ピオリム、これはもうクッパはなすすべなくなる。この勇者の速さに。ちゃんと。うわぁ。溜められたぞ。さあ、回復してって。うわ、これもう何の魔法だ。うわぁ、もったいねー。俺では通用しない。硬直が、いや、痛い。後ろに5歩ぐらい下がってるから、常に当てられへんねんな。難しい。さあ、ここで取られてしまう。うわ、まるまる2ストップ差。これはきついか。うまい。ここで返しとかないと、さすがにクッパと言ってもきついところ。メガテ。うわあ、危ねえ。危ねえ。角だったらワンチャン2連続、2連続メガテ。タイミングよくな、13。うまい。いいぞ。二連続メガンテだ。痛ぇ。えい、やめろ。メガンテ強い。よっしゃー。誰かこいつ倒してくれ。誰か倒してくれ。きついな、勇者。よし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 。次はしんのすけと、じゃあトラタロ。まあ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 、これでもう最強決まりますからね。裏では五分。ペアでやろうぜ、しんさん。やるしかないな。負けたくね。さあ、お互いいい試合を見せてくれた二人ですが、さあここからどういう展開になっていくのか。こちらの方が。さあ、お互い様子を見て。先生、さあトラトロ君にはトリッキーな飛び道具がありますからね。さあ、この飛び道具。いけるのか。さあ、おーっと、この飛び道具が意外と難しいのでは。おっと、しのすけさん押されていますね。さあ、だがしのすけくんの爆発力もありますからね、まだまだ見応えがあるのかもしれません。さあ、ここで、あ、違った。よし。さあ、ここでもう一ストック落としていく。さあ、まずいぞ。しっかり見て。さあ、トラだろう。できればリーチを離したい。なんで達成になった。オッケー。さあ、ここでダメージをどんどんブーストしていく。甘いぜ。さあ、なかなか刺さらないしんのすけの攻撃。やばい、カス攻撃しちゃった。さあ、焦っているしんのすけ選手。いや、いかない、いかない。さあ、ここでここで狙いにはいかない。しっかり見て。さあ、毒ガス攻撃。おっと、ちゃんと見る。いやー、なんか、さあ、スキルで出していく。さあ、押し出して前蹴り。さあ、ここで出していく。さあ、まだ分からない戦いだ。さあ、ここからの剣の爆発力がありますからね。さあ、ここでヒットしていく。出ないか。さあ、まずいことになってしまった。現在ストックは1-2。さあ、うまくかわし、後ろ向いたな。さあ、しっかり当てていきたい。中ガードしていく。受け身をちゃんとしっかりできている。いけ。
さあまだわからないぞ。さあフェイクかけて、いやさあこれは、ああ待てた。さあ狙いに行きたい俊之介くん。さあここで決まっていく。さあまだわからない戦いになってきました。さあお互いはもう体力はもうイーブン。さあこれだから怖い。さあここでトラトロが復帰していく。さあダメージ的にはしんのすけが不利だが、よし、おーっとーまだ生きている。うわうわここで浮き阻止していく。よし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 、やりづれー、なんてこった、勝ったぜ。ということで最後のバトルはムチソース VS トラ太郎、これで所持チーム最強決定戦が決まるわけですね。ええ、さあ一体どちらが勝つのか見てなって。さあ先制攻撃をしたのはトラ太郎。さあ読んで、めっちゃ暴れてる。いい読み。さあここで前蹴り入れて、さあ何もできないムチソース、さあ画面端に追い込まれて、いやーいやー、さああのムチソースが画面端に、さあどうなっていく。さあダメージを稼ぎたいところ。さあ今ムチソースには守りのシールドがついてますからね、うかつに攻撃できませんからね。さあここでしっかり掴んで、掴んで、さあ遠距離攻撃当てていく。さあしっかり見て、さあ攻撃を当てていく。さあここの状況下において有利な方はいずれトラ太郎。さあできればダメージを稼ぎたいところ、やばい。さあ外にだけ出されて、速い足が、さあその足の速さついていけるのか。さあここで出てしまった。このコンボが待ち構えている勇者には、さあここでできればトラトロさんはどんどん攻撃していきたい。さあ40も稼がれてイーブンになっていく。危ない、やだ。さあまずいぞ。あ待っていった。さあここでトラタロが追い上げていく、追い上げていく。さあ画面端、惜しい。さあ当たらない。今の当たってたら確実に締められていた。 MP が6しかねえぞ。さあ枯渇している MP、 それに対してトラタロは猛攻撃、惜しい。さあここでガード、さあ MP を合わせていく。水族館しっかり合わせていく。さあこのトリッキーな動きが、あ、MP を全て使ってしまいました。さあ一体どうするのか、絶望です。さあトラダの攻める。うわー、さあここで死んでいく。一撃必殺。さあイーブンだぞ、同じ体力。さあこっからここで勝負が決まってしまうのか。あやべ、よし、おっと届かない、おっと届かない、なんてよった。ということで優勝はトラ太郎でーす。やったーやったー、よかった。最後、いや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 、最後僕と勝負だから。そうだ、一回も当たってない。松尾セクター僕と勝負だから。いやこれ裏ボス僕だから、僕に勝ったら君の勝ちよ。優勝勝ったつもりだと思った。
もうかっさらってくよ。いや、こいこいよ。裏ボス戦どっちが勝つんだろう。あ、危ない、危ない。あ、やばバレちまった。一足落とす。いやー、エギーやっちゃったな。見てあれ、うまい。しっかり畑落としていく。いいね。こっち。さあ、流れも掴んだな、これトラタロ選手。いや、トゲトゲが。トゲトゲ強いね。いい見合い。ガンガン冷たいけど。強い。トゲトゲで止められてる。うわ、まずい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 。私早い、マジで早い。歌いくんお声。あー、危ない。掴みが強い。よくそうで倒す。あー、もう掴まれまくる。ロープで、あー、ぶつけてない、下がりすぎた。ぶつけ負けたら。あれ、ちょ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 、あれ、あれ、はい、ドラドラ優勝でーす。やったー。なんかこの終わり方。